ハカンチャルハノールは、ドイツマンハイム出身のサッカー選手。セリエインテルミラの所属。トルコ代表。ポジションは FW。2001年から、SV バルトホーフマンハイムのユースチームに所属し、2009年に、カールスルーエース C ユースに移籍。2012年にトップチームに昇格した。8月14日、ハンブルが SV に4年契約で移籍。 最初の1年は引き続きレンタルという形でカールスルーエに所属することとなった。2012から13シーズンは3、リーガながら36試合に出場し17得点を記録。チームの昇格に貢献し、自身も3部 MVP を獲得した。なお、17得点のうち7得点がフリーキックからの得点であり、そのキックの精度の高さも大きく評価された。 2013から14シーズン、ハンブルガー SV に復帰し背番号9を与えられた。8月31日、アイントラハとブラウンシュバイク戦で2得点を記録するなど、チームは低迷する中で大きな活躍を見せている。2014年、バイエルレバー空前に5年契約で移籍した。背番号は10。ポジションはトップ下で、ソン・フンミン、カリム・ベラ・ラビラと、 強力な2列目を構成した。さらに、マヌエルノイヤーからも、直接 FK を決めるなど世界トップクラスのプレースキッカーに成長。2017年7月3日、AC ミランへ4年契約で移籍することが発表された。背番号は前シーズンまで、本田圭介が着用していた10番。2017から18シーズンの後半戦、ガットーズ監督の下で、 左ウィングに定着した。2020から21シーズン、リーグ戦では9アシストを決め、リーグ2位に貢献した。2021年6月末で満了する契約の延長交渉が行われたものの、ミランの定時額とチャルハノール側の要求額の隔たりは埋まらず、2021年6月に契約満了での対談が明らかにされた。2021年6月23日、 ミランのライバルであるインテルミラノに加入した。契約期間は2024年までの3年間。ドイツ出身ながらトルコ系のルーツを活かし、トルコ代表として各年代で招集され、2013FIFAU-20 ワールドカップでは一得点を記録した。2013年9月6日、アンドラ代表戦で A 代表デビューを果たした。2015年3月31日の ルクセンブルクとの親善試合で代表初得点を挙げた。2021年6月、ユーロ2020に出場するトルコ代表メンバーに選出された。国際 A マッチ41試合10得点。ありがとうございます。